ねえねえマリサ、最近ちょっとツイッターでアメリカの B-21 について話題になっていたわよね。B-21? アメリカの最新爆撃機の話か？そんな話あったっけ？ほらあれよ、アメリカのワシントンの高官が、オーストラリアが要請すれば、アメリカからオーストラリアに B-21 爆撃機を提供することを検討しますよ。っていう話。ああその話な。思い出したぞ。これってどういうことなの？アメリカがこんな積極的に武器を海外に輸出するなんて、きっと何か理由があるに違いないと予測するわ。その前に、霊夢は B-21 がどんな爆撃機かを知っているかい？何回もアメリカが開発している最中のもの、っていうくらいしかわからないわ。それは合ってるぞ。B-21 はアメリカが現在開発中の次世代ステルス長距離爆撃機なんだ。次世代ステルス長距離爆撃機。すげえ強そうな名前じゃないですか。この B-21 は戦略兵器としての価値が高く、どうもアメリカはこれをアジア方面に配置して中国を牽制するような運用方法を考えていたみたいでな。ほーん、だからオーストラリアにそんな積極的に提供しますよ宣言をしていたのか。堂々と中国を牽制しようとする姿勢を見せるアメリカに対し、中国も負けずと軍事的に対抗をしているんだな。ということで今回は、中国が今最も恐れる爆撃機、B-21 の全貌と、中国の対応について解説していこう。今後もこのチャンネルでは、軍事と兵器に関する最新情報や歴史的なテーマを取り扱います。面白かった、興味深い、とか思ったら、高評価ボタンをよろしく頼むぜ。気になった点や質問等あれば、コメントもよろしくね。いつもコメントしていただける方、本当にありがとうございます。励みになってます。それでは皆様、ゆっくりしていってね。冒頭でも言ったように、B-21 はアメリカが現在もなお開発を進めている次世代のステルス爆撃機なんだ。もちろんいわゆる戦闘機とは、運用方法が異なってくる。戦闘機っていうのはその名の通り、戦闘をする機種。つまり空対空を想定した戦闘機同士の戦いとか、敵の爆撃機などの部隊を迎撃するための兵器としての運用が基本ではあるな。一方、爆撃機というのは、空対地の攻撃をする大型機種のことを指しているんだよな。あれ？空対地の攻撃を行うのは攻撃機なんじゃないの？2機とも戦闘スタイルは似ているが、規模が違うな。爆撃機は攻撃機より攻撃範囲が広いものなんだ。ここら辺は国によって定義が少しずつ異なってくるが、日本海軍によれば、急降下爆撃を行える機体のことを爆撃機、水平攻撃または雷撃のみを行える機体を攻撃機と区別しているんだぜ。ほうほう、なんかいろいろあるのね。今回アメリカの爆撃機 B-21 の前身が、実はこのチャンネルでも解説したことのある、ステルス爆撃機の B-2 なんだぜ。確か今年の4月末くらいに出した動画よね。少しおさらいをすると、B-2 は1989年に開発されたステルス爆撃機であり、主翼と胴体が一体化した形状をしているんだ。マジでこの形が特徴的よね。近未来の兵器感がすごいですわこれは。この形から見てわかる通り、B-2 には垂直尾翼などの補助翼は一切持っておらず、全翼機として開発された。これにより、B-2 は全幅52メートル、全長21メートルという大型爆撃機でありながらも、レーダーに探知されにくい構造にすることに成功し、ステルス性に特化した形状に出来上がったと言える。機体が大きいとどうしても敵機から探知されやすくなるから、B-2 のようにステルス性が高ければ、大量の弾頭を積み込んで敵を攻撃できるってことね。そのようなことも踏まえて、この高ステルス性の形状は次世代の B-21 にも引き継がれるみたいなんだな。やっぱ優秀なものは代々引き継がないとね。だがこの B-2、優秀には優秀だったんだが、登場した時期が絶妙に悪かったんだ。冷戦期に開発されソ連対策のために作られていたが、開発が終わった後、初飛行が1989年、運用開始が1997年となってしまったんだ。冷戦が終わったのって1991年ですもんね。B-2 も対象国は明らかにソ連だったでしょうから、1997年にできたとしても、あれ？もう使い道ないですよ？って感じになっちゃいますよねー。そうなんだよな。この結果、B-2 は計画当初132機開発する予定だったが、最終的には21機だけを生産した時点で打ち切られてしまう。生産数が少なくなれば、1機あたりの価格は非常に高くなってしまう。B-2 の1機あたりの価格はなんと20億ドルというとんでもない価格に跳ね上がってしまったんだ。20億ドル。アメリカの最新戦闘機が数億ドルって単位であることを考えると、本当の意味で桁違いというか、価格完全にバグっちゃってますよ本当に。もちろんこれだけ価格が高い爆撃機、おいそれと活用できるものでもないし、
現在のアメリカ軍の中では、いわゆる金食い虫の兵器の一つになってしまっているような感じだ。また、アメリカにはもう一つ爆撃機が存在する。これが1974年に初飛行を果たした B-1 ランサーだ。あれ？これは全翼機じゃないのね。ナンバリングや使用目的が一緒なのに、これはパッと見じゃ全然わからないですね。この機体は運用開始が B-2 より前であり、もちろん対ソ連のために開発されていた。ただ、この形状でもステルス性は当時の基準で高かったようではあるな。しかも当時は核戦争を想定していたから、核弾頭を積み込むことも可能だったんだぜ。そう考えるとめちゃくちゃ怖いですね。核を落としてくる戦略爆撃機とか、絶対に自国の上空には侵入させたくないとこですよ。ただ、冷戦が終わって核の必要性がなくなったがゆえ、B-1 は核搭載の装備を一切排除している。それでも、爆撃機としては実戦でも何度か活躍しており、2001年のアフガニスタン戦争とか、2003年のイラク戦争などで出撃している。北朝鮮や中国への脅威に対抗するべく、日本周辺に来ることも多い機体だったりするな。ただ、想定以上に B-1 は運用されたがゆえ、機体寿命を当初の想定より消耗しており、2019年当時、アメリカ空軍の参謀総長によって、B-1 の早期退役が示唆されたんだよな。なるほどなるほど、そのためにも新しい爆撃機が必要になっているってわけですね。やっぱ冷戦期から開発した兵器ともなると、もう代替が必要になってくる頃なんですね。いや、そのあたりは機体によってまちまちでな。例えばアメリカにももう一つ運用中の爆撃機、B-52 ストラトフォートレスという機体がある。これはなんなら第二次世界大戦終戦間際の1945年頃から開発を進めていた機体で、運用開始は1955年という長寿な爆撃機だ。あらゆる航空機全般を通してみても、これほど長期間にわたって運用されている機体はそうそうないんだぜ。ええ、それほど優秀な機体ってことなんですかね。そうだな、それ以降の機体はステルス性とか超音速飛行とか、難しい性能の不要要求されたものの、結局 B-52 の特徴である、多種多様な兵器を大量に搭載し、遠方に投下するという基本の性能については、B-52 以上の運用能力を持つ機体が現れることはなかったんだよな。なるほど。このあたりは必ずしも最新鋭の機体が最強ってわけじゃないのが面白いとこですよね。実際に投入されるかは微妙っぽいけど、ウクライナにもあの A-10 が導入されるかも？なんて話があったし、やっぱり見た目とか性能以上に、武骨で堅実な運用能力が求められてるって感じ。もちろん B-52 も何度もバージョンアップを行った上で運用しているわけだけどな。まあただどれだけ信頼性が高いと言っても B-52 はもうかなり古い機体だし、B-2 は高すぎるし、B-1 も旧式化しつつある。そんなこんなで B-1 や B-2 の後継機として B-21 の存在が求められているわけだ。それでも未だ B-52 は運用する予定なのやばすぎ。よほど信頼性高いのね。ただ、B-21 に関する詳細情報のほとんどがアメリカによってブロックされていることもあり、未だそれについての詳しい内容は明らかになっていないんだ。アメリカさんは情報には本当に手厳しいですからね。ただ、わかっていることの一つは、その調達価格なんだ。B-2 での大失敗から教訓を受けたか、B-21 の調達価格はおよそ5億ドルとされている。これが事実であればアメリカは B-21 の価格を B-2 の4分の1程度にまで減少させたことになる。B-2 の価格の4分の1って、結構削れた額は大きそうね。まあでももともと B-2 の調達価格も20億ドルなんて予定はしてた気はしないですけどね。それでも5億ドルなんて金額になるんだから、戦略爆撃機の高価さがよくわかる話だな。それは否定できませんね。B-21 の現段階の調達予定数は100機とされていて、運用目的は核兵器や巡航ミサイルによる敵地への攻撃、早期警戒任務やステルス戦闘機とデータを共有しての高度な情報リンクシステム、ステルス戦闘機に対する空中給油機能など、B-2 で採用された攻撃目的以外にも、爆撃機としてだけでなく、マルチな役割を担うことになりそうだぜ。空中給油機能は私も初めて聞いたわ。これだけ用途が増えれば、コスパも多少は上げることができるんじゃないかしらね。まあマルチ的な役割を果たすとはいえ、やはり B-21 は金額の高さがネックになっているみたいでな。こういう理由もあって、アメリカは B-21 の生産数を増やし、1機あたりの調達価格を減らそうとしているようなんだ。海外に輸出すれば、調達価格も下がるし中国への牽制にもなるから一石二鳥ってことですね。そうだな。2019年の情報ではあるが、海外輸出の候補としては、オーストラリアやイスラエル、インド、フランスそして日本も含まれていたようだ。やっぱりこの中に日本、オーストラリア、インドがあるっていうあたりが、アメリカが対中国を意識していることを決定づけているわね。そりゃもう周知の事実って感じなんだろうな。B-2
B21 は今後の予定として、2022年後半にロールアウト、2023年には初飛行予定とのことで、一体どのような機体になるのか、各国の期待が高まっているんだぜ。来年の初飛行が楽しみだわ。世界から注目を浴びながら開発されている B21 に対し、中国も当然じっとしているわけにはいかない。実は中国でもアメリカの B21 に対抗するかのように、新しい爆撃機の開発に勤しんでいる。それじゃあ次は、そんな中国が現在開発している爆撃機について見ていこう。中国が開発する次世代爆撃機、それが2016年に発表された全力ステルス爆撃機の H20、通称利剣だぜ。おお、これまた名前がかっこいいですね。ちなみに H20 の機体形状はどんなものなの？残念ながらそれはまだ発表されてないからわからないんだ。だが、外観はアメリカのステルス爆撃機 B2 に酷似していると言われているな。まあそりゃ中国の兵器はアメリカの兵器より情報少ないですよね。中国の最新兵器は衛星写真で確認するしかないしな。実は今年の7月に中国では H20 らしきものが、飛んでいる写真が撮影されたんだ。その写真がこれだぜ。かなりぼやけてはいるけど、B2 の形にそっくりなのはわかるわ。見た目もさることながら、H20 はスペックもアメリカを意識していることがよく伺える内容だぜ。具体的には、H20 の航続距離が最大13,000km。これは中国本土からハワイを往復でき、片道なら北米大陸にさえも到達できる距離なんだぜ。ハワイまで往復できるなんて距離がバグってますよ。これだと沖縄やグアムにある米軍基地は当然のこと、ハワイまでも射程圏内に捉えることができるようになりますわ。H20 のスペックはこれだけじゃないぞ。H20 の爆弾の最大積載量はなんと約45トンとのことだ。しかも核弾頭や超音速弾道ミサイルも搭載可能にする、とのことなんだ。マジか。もしこれが実現されれば、中国は太平洋まで進出してアメリカ本土の東海岸に対しミサイルを発射した後、そのまま中国本土に戻ってくるのが可能になるんだぜ。この H20 のスペックについて、ロシアメディアからは、アメリカの B21 よりスペックが上と評価されているくらいなんだ。おお、ついに中国がアメリカを越す時代がやってくるってことですか。まあ中国軍の最新爆撃機の情報ももちろんトップシークレットなわけだから、これ以上の詳細はほとんどわかっていないんだけどな。でも中国の兵器製造スキルがロケット並みの速さで進歩しているのは確かなんだ。時代はついにアメリカ VS ロシアからアメリカ VS 中国に突入していくのね。とはいえ、B21 も H20 もどちらもまだ開発途中、両国とも爆撃機の開発で競争をしているような状態ではあるが、2022年8月23日には、霊夢が冒頭でも述べた通り、オーストラリアに B21 を販売する可能性が、アメリカの上院議員によって言及されたぜ。なんでオーストラリア？オーストラリアと中国ってなんか衝突とかがあったっけ？実はオーストラリアは数年前から中国による経済的な干渉を多大に受けていてな。そういうこともあり、オーストラリアの対中国としての意識がかなり高まっているんだ。そんなことがあったのか。オーストラリアは近年、原子力潜水艦などの最新兵器の導入についても積極的に進めたほか、B21 に関してもオーストラリアの戦略政策研究所の ASPI が、B21 の獲得を言及すべきだと意見を発しているんだな。私が思っている以上にオーストラリアの対中国の意識が強いみたいね。もし本当に B21 がオーストラリアに提供されたら、中国にとってはかなり厄介なことになるわよね。そりゃそうさ。オーストラリアからであれば、中国は十分 B21 の射程範囲内に入るからな。ただ以前、B1B というアメリカの爆撃機をオーストラリアに提供されるかも、という話もあったが、これは結局頓挫してしまい、オーストラリアに提供されなかったんだ。ってなると今回も、あくまで検討で終わるという可能性もあるってことよね。その通りだな。ツイッター上にはオーストラリアの導入検討という話に伴って、日本も導入できないか考えた方がいいんじゃないか？という話で少し盛り上がっているみたいでな。同じアジアの国としてそこまで対立してしまうとちょっと悲しい気持ちにもなっちゃうんだけどね。でもこれが現実よね。そうくらい顔しなくとも、さっきも言った通り、B21 の値段はかなりお高め、1機5億ドルという価格感になりそうな中、今の経済状況の日本が B21 に手を出すとは少々考えがたいのかもしれない。確かにそれもそうね。そもそもアメリカが海外輸出するっていうこと自体、まだ匂わせ程度のものだしね。霊夢の言う通りなんだぜ。といったところで今回の解説は以上だぜ。このチャンネルでは他にも兵器や軍事に関する動画を上げているので、他の動画もぜひ見てくれだぜ。これからも興味深い軍事に関する動画を上げていこうと思うので、高評価、コメントもよろしくお願いします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。